突然ですが、日本版 DARPA 設立という情報を入手しました。今回は、日本版 DARPA 設立を詳しく見ていきますね。中国の台頭で、世界が混沌とする中、日本も、ようやく重い腰が上がりましたね。防衛省も、超本気モードで一気に対応、無人が、キーワード少子化の打開策だよ。2032年も半分が過ぎようとしている中で、日本は現在の岸田政権が発足時に掲げていた政治課題、政策の一つとして、周辺の安全保障環境の悪化に伴い、自国の防衛力の抜本的な強化を図ることを推進している。こうした岸田政権の姿勢は、具体的なそのバックボーンとして、安全保障関連の3文書と表現される、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画を閣議決定することにより、実際の施策として肉付けされている。2022年12月に、これら安全保障関連の3文書は、改定と一部文書の名称の変更も伴って承認されたが、大元の国家安全保障戦略は、2013年末以来およそ9年ぶりに改定され、悪化が顕著な日本の安全保障環境を反映させた形である。国家安全保障戦略は、今後の日本のおよそ10年ほどを見据えた、外交政策や防衛政策の基本となる姿勢を示した文書であり、その実現をいかにして図るのかの方策は、会の国家防衛戦略、防衛力整備計画によって定義されると言ってよい。従来まで、破国家防衛戦略は、防衛計画の対抗、防衛力整備計画は、中期、防衛力整備計画と呼称されてきた文書名が、今回改定されたものであり、その内容の本質をより、端的な語句で表現した形に変えたようにも感じられる。今回の国家安全保障戦略が注目を浴びた大きな理由の一つには、中国の及ぼす脅威を明文化した点があり、同国の外交を含む軍事的な動きは、日本を含む多数の国々にとって大きな懸念材料であると指摘している。その状況を鑑みて、国家防衛戦略においては、今の日本があるべき防衛の目標を定め、その自衛隊をはじめとする防衛能力の抜本的な強化を目指すことを打ち出しており、これが太平洋戦争後最大の方針転換とも指摘されるゆえんだろう。今回の国家防衛戦略では、大きく7つの防衛能力の強化が謳われており、1スタンドオフ防衛、2統合ミサイル防衛、3無人アセット防衛、4領域横断作戦、5指揮統制、情報関連機能、6機動展開、国民保護、7持続性、強靭性となっている。1のスタンドオフ防衛とは、敵の防空兵器の射程距離外から、こちらが攻撃可能な長距離兵器を、地上、航空機、艦艇等の多数のプラットフォームから運用可能とするもので、いわゆる反撃能力とされている、兵装の取得と配備だ。2の統合ミサイル防衛は、敵の極超音速兵器を含むミサイル迎撃体制の強化と、場合によって1で配備したスタンドオフ能力を、敵からの攻撃を抑止する、いわば懲罰的な抑止力として用いることを想定している。3の無人アセット防衛は、陸海空の各分社における各種の無人機に対し、人工知能や有人機の運用を加味し、非対称戦でも優位に立つ能力を日本が確立することを目指すことが謳われている。4の領域横断作戦は、今後の戦場たり得る宇宙空間、サイバー空間、電磁波等の領域について、敵の同能力を妨害する能力を高め、同時に、既存の陸海空の戦力たる各種の航空機や艦艇の配備を着実に行うこととしている。5の指揮統制、情報関連機能は、
人工知能の導入を含む戦略、戦術ネットワークの高コライ性の向上や、赤外線捜索追尾システムの強化することで、情報分析力能力の増強と、情報戦における対処能力の向上を目指す。6の機動展開、国民保護は、従来から自衛隊が保有する輸送能力をさらに強化することに加えて、民間の持つ輸送インフラの活用、つまり、平時から空港や港湾施設の利用を促進、有事の際の国民の避難手段への活用を期としている。最後の7の持続性、強靭性は、自衛隊が有事の際に必要となる弾薬、燃料等の備蓄を増加させ、同時に装備の予備部品も増加を行うことで、その稼働率の向上を図り、司令部等の設備の高コライ性を高め、同時に要員の次戦能力の向上を目指すとしたものだ。ここに列挙した今回の国家防衛戦略において挙げられた7つの項目を改めて確認してみると、1は攻撃型の長距離ミサイル、2は防空用の迎撃ミサイルと具体的な兵装を挙げていることから、比較的想像がしやすいように感じる。また、6は、中国からの圧力の増加が懸念され、万が一の武力衝突による台湾有事等の発生の場合に備えて、日本の南西諸島からの住民の退避を、自衛隊のみならず、民間のインフラも活用して担保しようとの構想が明確である。最後に挙げられている7は、今も続くロシア・ウクライナ戦争の長期化の様相も反映し、自衛隊の既存の装備品の運用に必要な弾薬や燃料の備蓄を見据え、また、これまでの限られた防衛予算の中で不十分とされた予備部品のストックの重要性を踏まえたものだろう。それらに比して、3の無人アセット防衛、4の領域横断作戦、5の指揮統制、情報関連機能の3つの項目は、人工知能や新たな領域を含む電子戦能力や、それらを駆使した情報収集、分析といった大きな概念を含んでいる感が強い。もともと、こうした電子戦能力といった分野に関しては、即時的に有効な手段を構築することは極めて困難であり、日進月歩で実用化されている電子技術を、いかに防衛装備品に取り込んでいくかのかという、取り組みの過程が問われる内容ではないだろうか。こうした分野に対処するために、自衛隊の装備品の研究、開発を担う防衛装備庁では、2024年度以降に防衛予算を投じて、従来の枠に縛られ、図に、研究や開発を推進する部署の創設を検討しているとされ、これを日本版のDARPAだと評する声も聞かれる。DARPAとは、アメリカ国防高等研究計画局、ディフェンスアドバンスドリサーチプロジェクツエージェンシーのことであり、アメリカ国防総省内の一部門で、同国大統領と国防長官が直接管轄し、アメリカ軍の指揮系統には属していない。DARPAの起こりは1957年まで遡り、同年に旧ソ連が世界初の人工衛星であるスプートニク1号の打ち上げに成功した事態を受け、当時のアメリカ大統領であったアイゼンハワーが国防省内に防衛科学技術担当長官を置いたことに端を発する。そして、この防衛科学技術担当長官が翌1958年、アメリカが有する最先端の科学技術を迅速に軍事転用させ、ことを起とし、それを実現させる組織として、ARPA、アドバンスドリサーチプロジェクツエージェンシー、高等研究計画局が誕生した。ARPA は、1960年代からアルパネットと呼称される世界初のパケット通信を介したコンピュータネットワークを開発。1969年には初のデータ送信を実現させ、
大学や研究機関をつなぐことに成功。これが今のインターネット通信の起源となったことはあまりに有名だ。また、ARPA は現在ではスマートフォン等の通信機器でも位置情報を得ることに使用されている GPS、グローバルポジショニングシステムを開発。アメリカの軍事用の複数の人工衛星から信号を受信することで位置情報を得る仕組みを実用化した。ARPA は一旦1972年に DARPA へと組織名称の変更が行われたが、1993年には一度 ARPA に戻された後、1996年に DARPA となり今に至り、その構成員はおよそ300名ほどで、そのうちの約半数が技術系の管理者とされ、個別の研究に従事しているとめされている。DARPA のこの技術系の管理者たちは、基本公募によって選ばれた民間人であり、約4年から6年単位での任期で研究に従事するが、同組織専用の施設に集まるわけではなく、技術者たちがもともと所属している母体の企業や研究場所にて行われている模様だ。DARPA の成果であるインターネットや GPS といった新技術は今や世界中で活用されているが、 GAFA に象徴されるようなアメリカのグローバル企業はいずれもこうした技術を自社のビジネスモデルの根幹として世界に君臨している。そうした概念を実用化し、かつ商業的な成功にまで高めるコンセプトを描くことが日本において可能か否かは判断が分かれる部分ではあろうが、防衛装備庁の取り組みがそのような形になるのかは非常に気になる部分ではあろう。